オイゲンフォン・ブラウス、イタリアでの名前、エウジェーニオ・デ・ブラースは、イタリア生まれのオーストリアの画家である、ローマ近郊のアルバーノ・ラツヤ・アレに生まれた。父親のカール・フォン・ブラウスは、オーストリア、シロル生まれの歴史が、装飾画を得意とした画家で、オイゲンが生まれた頃は、ローマやフィレンツェで修行していた。父親は、その後、ウィーン美術アカデミーやベネツィアの美術アカデミーの教授になった。 弟のユリウス・フォン・ブラースは人物画家、動物画家として知られる。父親が教えるベネツィア美術アカデミーやローマの美術学校で学んだ。19歳の1850年にはアカデミーの賞を受賞した。1863年のメラーノのサンバレンティーノ教会に描いた祭壇画などで知られている。ベネツィアの人々を描いた風俗画、人物画を描き。 イタリア各地やヨーロッパの主要都市で展覧会を開いた。1884年にベネツィアの美術アカデミーの名誉教授に任じられた。ベネツィアで没した。ありがとうございます。